皆さんこんにちは私の名前はメメとト・クロバです以前日本に11年間住んでいました今カナダに住んでいます私は医学出身なのでこれから日本語でも私の今まで勉強したものを YouTube に投稿したいと思いますどうぞよろしくお願いいたします今まで私の YouTube に1回だけ日本語版で コロナウイルスあるいはチャイナウイルスに関する私の意見とか説明とかを投稿したんですけれどもこのビデオの下に私の履歴とそのチャイナウイルスの内容を載せております今回私の話したい内容はですね私の手元にダーリー・カロネギさんの「心配するな」 勇気を出していくよっていう本がありますこの本の日本語版はあるかどうかわからないんですが私の手元にあるこの本はですねウイグル語で書いておりますこの中身はですね全てがドクターたちあるいは医者たちのすごくあのいい話ですね健康に関するいい話ですべてだから今回今 の時期にぴったりウイルスに関係がある部分だけ翻訳したいと思います今まで医学の進歩につれいろいろな重い病気とかをドクターたちのおかげで治ってきました例えば原因がウイルスになったジンマーシンとかサースとかを治ってきましたしかし病気の原因はウイルス細菌だけではありません 心理的な原因で発作した体的メンタル的な障害をの治るはまだまだです。このような精神病の患者さんがすごく苦痛しています。どんなに健康な人でも毎日心配心配で過ごしたら病気になりますよ。今まで精神病の原因が何なのか今まではっきりしていません。 しかしトータル的に考えたら心配することあとは自信がないこととすごく密着していますすごく心配性の人は高血圧になりやすいあとは痛風の原因はマイナスの考え方あとは考えすぎる人がなりやすいと言われています今日はここまでです ご視野とご登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。